株式会社竹中です。株式会社竹中が、コンテンツとソリューションとハードの会社でして、でグループ会社のプランニングやプロデュースをやっているシムディレクトと共同出展にさせていただいております。今回のメインのコンテンツがオトタスというコンテンツで、弊社の従来のフォトタスというコンテンツプラス音を使ったコンテンツになっておりまして、動きと音でインタラクティブを楽しんでいただけるコンテンツになっております。まずはタッチパネルのモニターで写真撮影と音の録音をしていただきまして、で口を開けた状態の写真と閉じた状態の写真を撮影していただき、声を録音していただいて、それをフロアの LED の方に映し出しまして、その出てきた自分の顔の上に乗ると自分が録音した声が流れるという仕組みになっております。壁面は 2.6 ミリピッチの LED と 2.9 ミリのカーブの LED を使用しておりまして、こちらは両サイドのマイクで集音した音をイコライザー的にこうグラフィック上で見せております。で音の可視化ですね、このように音を拾ってそのレベルによってグラフィックを変えております。一番喜んでいただけるターゲットとしてはお子様なんですけれども、大人の方も楽しめるようなコンセプトを設けて、いろんな層にアプローチできるようなコンテンツに今後していく予定で、一番のこのコンテンツの楽しみ方としては動きだけじゃなくて音でも楽しんでいただけるので、自分で面白い言葉などを発していただいて、それを楽しんでいただくようなコンテンツです。今後このインタラクティブを活用したコンテンツをたくさん売り出していきたいと思っております。プラス従来のハードの最新のハイエンドな機材なども同時にレンタルや販売を進めていきたいと考えております。